沢3番手2万4000点で親番連チャン。ドラはウーソー、ジカジのトン、トイツ、シャーマンから行くと、本一も見てる。かなり本一、トン泣いたらもうスーピンピンいけるんじゃないですかね。トンにポンの声が変わりました、親番滝沢です。ペンチャン両面のいいシャンペンかと思いきや、外していっての本一、はい。これはもうね、チーマンくっつきも、チンも、いててってなっちゃうんで、うん、ここはスーピンピンを切って、打点を見ていきましたね。チャンスはありましたが、現在9500点墓地に沈んでいる松本。かなり遠くにね、滝沢さんが言ったんですが、まだ2局あるっていうふうにポジティブに考えることもできます、うん、ああいいじゃないですか、赤ウーマンが来ました。めちゃくちゃ気合入ってますね。それぐらいやはりね、この一戦一戦の重みっていうのがすごく伝わってくる対局ですね、本当に。さあ徐々に、はい、はい、姿勢が前傾になってきている松本です。親番滝沢は直前のトーンをポンしている。ここで改めてピンズの両面を残していった。あ、もうね、ちょっとこれだとバンズも伸びないし、あとサブローピン自体がかなり良くなったんで、チンも一枚切れになったところで上がりを取るバランスを取っていきましたね。なんせまだ3着目なんで、はい、このままに終わってしまうとね、3着目あるいは4着目で迎えるのが嫌だっていうことですね。ドラだ、これで普通に行きます。このスーピン残し行きましたね、行きましたね。これでドラを使うということはもちろん本一が崩れるということで、はい、本一よりも上がりやすい、まあ、3万チーしたら嘘切って、はい、もうテンパは取ると思いますけど、はい、魚谷はまだ一メンツ。これ僕たちはね、こういう手配って分かってるんですが、大谷さん目線、マンズの本一っぽいなって思ってたのに、はい、チュンとチーマンが余ったら、はい、今の現段階だったらかなり本一が転配しててもおかしくないような手配に見えますよね、うん、余ってる配が本一だったらば、うん、実際はね、かなりね、あの本一に見える手配なので、こういう手では浮かないよっていう冷静な判断ですね。はい、同卓者としてはなかなかのプレッシャーを感じているシーンだというです、ね、めちゃくちゃプレッシャーですねこれ、うん、滝沢の仕掛けが結構な迫力を出しているというところで、うん、ハイの効率って言ってね、シャーとかイーピンとかからスタートしてるならば全然わかんないですけど、捨てハイがですね、はい、目に見えて横に伸びやすいハイばかりを切っていると、うん、でチュンという手役に必要なマンズのホイズっぽいなっていうのが2つ余ってたら、そりゃ転廃してるかもって思っちゃいますよね、うん、滝沢の切り出しは両走スーピン、そしてトンをポンして、自敗やマンズが余ってきたところです。うん、松本さんも、ね、9万先切りがもう先切りにはなんないんじゃないかっていう判断で、うん、こういうのをあのいい手になって初めて押す理由になるかなっていう、ここですね、こういうやめをさせるためにも、うん、あのチュンチーマンっていうのは非常に大きな切り出しになったんじゃないかなと思いますね、はい、魚谷が選んだ G1 は滝沢に論と言われない範囲です。もうかなり警戒しているようです。トンは滝沢がポンしているところ、あのチュンとチーマンだけで下ろしましたね全員、すごいな。でテンパイしれっと悠々と自分がテンパイする、どうテンパイしない、はい、ウーソー切ってしまうとマンズの本一がまだあれもうマンズの本一じゃなかったのかもなとかも思ってしまうんで、しかもドラ切ってきた安いかもなって、はい、でこれをまだイーマン切ってもテンパイはするだろうなっていう順目なんで、警戒をさせつつ自身のテンパイも取れるように、はい、でも11順目ってもう目に見えたテンパイには食いつきたくないですか。ただね、これをテンパイに食いつけば今度は逆襲もあるんじゃない、これはリャンマン切ってもうピンズ1から、ね、6まで、はい、1から7までかテンパイしますし、うん、まあ、テンパイはいけそうだなと。いやー、なんていうかゆったりとしているようで鋭い、うん、全然ね、こっちから見てるとこれじゃないんだけどなって思うんですけど、もうやってる側からしたらかなり怖い試合になってるんで、まあ、こういうのも戦略の一つにもなりますよね。あれでも、あ、こう見えるとそうなるんだなっていう、うん、イーマンリャンマンって出しが入ってたんですが、9万が打てる情報とか
を考えてましたけど、まあ、ちょっとロッキーマンが否定されてないんで無理だなっていうところですね。降参したくない松本ですけれども、はい、あまりにも危険だということですか。打ちたいならば、あるいは行きたい手なら押せる理由を探しますが、行けない手だったら押せない理由を探すっていうのがかなり皆さんやる戦術だと思うので、なるほど、押せない理由を探したわけですね、はい、今回はパターン的にはまあ全然あるなっていう判断だと思います。おはてんぱした。ここでおもむろにピンズを切ってきました。さあ種明かし天敗です。滝沢、そして皆さんの手配見てください。もう、もうね、もう崩しちゃってますよね、はい、崩してる状況でこうなってるんで、してやったり一人天敗。いや、お見事ですね。関数層は山に1枚残り、そのまま上がりきる可能性もあります。やられたなって感じですか、大谷さんは。そうですね、まあ、でも分かんないし、やっぱあのいい手だったら押せたと思うんですけど、みんな微妙に悪い手だったんですよね。そこも滝沢さんにはかなりプラスになった材料だと思いますが、はい、それでもみんなを去って引かせたのはあのチュンチーマン切りだと思いますね。滝沢にトンドライチ関数層待ちと天敗が入っているところ、まあ、滝沢がこうやって切り順に工夫を凝らさなければ、他の選手にもっと早くリーチとかフォンとかチーとかロンとか言われてる可能性がありますもんね、うん、しかもマンズだったら先切ろうかなってなるはずなんで、ええ、そうなったらマンズがない状況で、まあ、泣けるだったりピンズだったりソーズでいい形を作っていけたかもしれないんで、うん、あと2巡です。スーソーって山に1枚いますか、はい、自身の手配が苦しいところ、プレッシャーをかけながら持久戦に持ち込んだ滝沢、ドラドラになったぞ。間違えた。あれ、赤嘘います。いますね、はい、滝沢さんつもありますね。ありますね。え、トンドラさんの赤、背景は6000ウォール。赤嘘ありますよね。数万はない。赤嘘1枚ある。あります。そんな大きな上がりになるのか、この手が。赤くない。2秒ぐらいで分かりましたね。いやー、しかしこんな道がありましたか、滝沢選手。マンズ12447だったんですけどね、スーピーウーピー払ってったら差し子できましたからね。確かに、いやー、これはパブリックビューイング会場の様子、解説を務めている選手たちも今笑顔でしたね。いや、すごい一曲だったなという感想でしょうか。そうですね、この一人連敗は大きい。